車で行こうです。年末商戦に向けてこのところ国産新型車が続々と発表されています。ホンダのオデッセイやライフ、それからスズキのスプラッシュと出てきてますよね、そうですね。で先日日産からは12月中に発表予定の新型フェアレディ Z の写真が公開されました。まあ、昔の Z を彷彿とさせるグラマラスなラインですね、本当に、ね、現行 Z よりもさらになんか味が濃くなったような写真なんだけれども、噂によると現行モデルよりもホイールベースが100ミリ短縮され、エンジンが 3.5 リッターから 3.7 リッターにアップするらしいですね。でしかも、ギアボックスが6速の MT は一緒なんだけれども AT が7速になるなどね、かなりスポーティーな走りが期待できますね。まあ、国産スポーツカー最近元気ないのでこれすごく気になりますよね、そうですね、はい、それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。五郎岡崎トモコ藤島エンジン for the life。 この番組はご覧の各社の提供でお送りします。今回紹介するのはトヨタの IQ です。3メートル以下という、短い全長で、4人乗車を可能としたという、全く新しいジャンルの車です。一般的な軽自動車でも、全長は 3.4 メーター程度なので、IQ はそれよりも短いということで、トヨタでは最も小さい車になりますね、そうなんですよね。で、その全長が短い割に幅、ボディの幅というのはほぼ5ナンバー枠いっぱいにあるというのも面白いですね。で、ヨーロッパなんかでは、CO2 の排出規制が始まるなど、本当に二酸化炭素燃費ですね、燃費の低減というのは待ったなしの状況になってきている、というわけで車のダウンサイジングが、非常にこうトレンドにもなってきているわけなんですけれども、そういった動きに対するトヨタの一つの回答というのが IQ ということになります。IQ というのは、本当にコンパクトな車なんですけれども、エンジンの配置やシート配列を工夫することで、長さ 2985mm、 幅 1680mm の空間に、大人4人が乗れるようにしています。でフロントに搭載されるエンジンはビッツやパッソにも搭載されている1リッターの3気筒、これに CVT を組み合わせます。驚異的なのが最小回転半径なんと 3.9 メートルです、これは、都市部の狭い路地や縦列駐車などで本当に威力を発揮してくれますね。特徴的なのが、この一番安いグレードでも140万円するということで、同じ1リッターのビッツやパッソよりも約30万円程度高いんですよね、そうなんですよ。で今までっていうのは車小さいっていうことは安い車だよっていうのが、普通の常識だったんだけれども、トヨタとしてはそれを打ち破っていきたいと、ということであえてそういう価格設定にしてきたみたいですね。はい、さて今回はこの IQ を試乗してきたわけなんですけれども、場所は東京の青山周辺です。で試乗したグレードはホンガーシートのついた、100G レザーパッケージ160万円の車です。 VTR ご覧ください。トヨタの IQ に乗ってます。この車の一番の特徴はやっぱり3メーターを切っているということですね。特に今のこの現代の厳しい安全基準を満たしながら、こういった、非常に効率の高いパッケージングを組み立ててきたというのは、技術的に相当インパクトがありますよね。本当に革新的な車と言ってもいいと思うんですが、こうして運転席に収まってみて走っていると、特にその今までの車と何かガラッと変わったという感じはしないんですね。実は
で、まあ、あのドライビングポジションなんかも、それほど極端にこうアップライトに座らせるわけではない。で車両間隔なんかもこれ結構実は車幅があるもんですから、まあ5ナンバーサイズなんだけれども5ナンバーサイズほぼギリギリまであるんで、そんなに小さい車乗ってる感じっていうのがしないんですよ。でそこら辺が結構そのこの IQ の面白いところで、乗っているとさほど短くない、でも振り向くともうリアウィンドウに手が届きそうなぐらい、ちょっと実際手が届かないんですけどね、届きそうなぐらいまでリアウィンドウが迫っている。それでこの車が短いんだなというのを実感するということですね。エンジンは1リッターの3気筒を積んでるんですが、それに CVT を組み合わせています。あのやっぱり3気筒なんで4気筒エンジンと比べると若干音質、音の質ですね、それが、こう色気にかける音がするとかいうのはありますが、振動なんかはうまく抑え込んでるんで、まあ、これで十分なのかなというふうには思います。ホイールベースがこの車は2メーターと2000ミリというのはすごく短くて、前後の揺れがどのくらい抑えきれているのかなって心配だったんですが、まあ、乗ってみると意外や意外、結構これね乗り心地が悪くないですね。本当にあのどっしりとしていて、もう小さい車にありがちな薄っぺらい感じがない、しっかりとこう剛性感があって、しかも足も結構よく動いてるんで、乗り味としては確かにこれは、ちょっとプレミアム感というのはあると思いますね。今これ都内の本当にこれよくありがちな本当に細い道なんですね。クランク状になってるんですが、こういうところにもう入ってきちゃったって感じなんですけどね。まあ実際に乗ってみるとこういうところだと、まあ、幅がねあの割とあるんで、ちょっとこういうところは気を使うんですけれども、このクランクみたいなハンドルの切れ角が勝負になるようなところだとこれはすごいですね。こんなところでもステアリングロックまで切らないで済みますからね。ものすごく楽に走れます。まあ、最後に、街中でのお約束ですね、縦列駐車に、チャレンジしてみようかと思います。ちょっとねこれね、狭いところがあったんで、ちょうどここで やっぱりこの幅でも一発で入りましたからね、これは楽でしたね。さすが IQ です。あんなにオーバーハングも短くて、エンジンが詰まってるはずなのに、あれ前輪本当に大きく切れますよね。いや本当にね、もういっぱいこういっぱいまで切って曲がってる時って、遊園地のコーヒーカップってあるじゃない、あんな感じでもうぐるんくるんと回ってる感じがして、で今のあの縦列駐車なんかでもちょっと分かりにくかったんだけど、実際は後ろの BMW がかなり前に来てたんでね、狭いところなんだけども一発で簡単に止められる。だから街ではねかなりこれは、運転ない自信のない人でもね大きな武器にスッとね運転できるんじゃないかなと思うんだけれども、その一方で、小さい車、特にホイールベースの短い車にありがちな揺れですね、前後の揺れ、ピッチングなんて言いますけれども、これをねしっかりと抑えて乗り心地を、まあ、あの悪くないというぐらいのレベルにこうを実現してるっていうのは、とてもこう頑張ったんだろうな開発者と思いましたね。で残念だったのが、インテリアだね。内装の質感が僕は今一つこう素材の選択や色使いに工夫がなかったんでね、それはもうちょっとやってほしかったななんて思ったんだけれども、どうです？まあ、デザインだけで見るとすごく凝ってるんですけど、まあ、色がもっとポップだったり、なんか工夫一つで随分変わりますよね。うもうちょっと明るい色欲しいよね。あと試乗では五郎さんとスタッフの2人乗車だったんですけど、まあ、実際に3人4人と乗ってみたらどうなのか実験してみたんですよね。この空間にね本当に4人も乗れるのって思いますからね。はい、まずは大人2名乗車ということで、
もうこれね、助手席のこの時の足元空間っていうのは普通のコンパクトカーよりも広いぐらいで、まあリアシートで、まあこれリアシートをね畳めば、荷室スペースも作れる。ここだったらまあわりかし大きめのスーツケースなんかもね入りますからね。海外旅行行けますね、うん。で次は大人3名乗車、この場合は助手席を運転席よりもぐっとこう前に出すことでリアシートに大人が座れるようになるのがミソです。で助手席のスライド量なんですけれども、290mm 30センチ弱ですね、前にこうぐっと移動させることで、この状態だと助手席もリアもきちんと座れる空間が残ります。そして大人4名乗車、運転席のっていうのはねさすがにこうポジションこう前に出せないんで運転席の後ろの大人っていうのはかなりこうちょっと厳しくなる。彼は180弱なんだけれども膝がちょっとねこう前に収まりきれないで出てきちゃってますよね。でこれはまあ現実的ではないということで、まあ、法的には4人乗れると言っても実質3+1なんて言いますけれども、まあ、大人3人に小柄な人1人なのかなというとこですよね。ということでこの後は IQ の開発担当者の方にお話を伺っています。 CM です。はい、ここからは IQ の開発責任者トヨタ流に言うとチーフエンジニアと言いますが、チーフエンジニアをされた中島さんにお話を伺っていきます。中島さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、そもそもこの IQ っていう車全長が3メーター切った車で4人乗りというものができたわけですね、はい、3プラス1なんて言ってますけれども、はい、いやそうは言ってももっと安い値段でもっとうちにはね他の車ビッツもあるんだからこれいらないんじゃないのなんて会社で言われなかったですか。いや確かにいろんな議論があったのは事実でございますけれども、やはりその、今までですね、うん、サイズが大きくなればなるほど、はい、まあ、装備だとか、うん、質感も良くなっていくという、うん、我々はサイズの部屋歩きと呼んでございますけれども、はいはい、まあ、自動車メーカーがこういったものを作ってきたわけですね、うん、まあ、それに対しまして価値観もかなり多様化してまいりましたので、うん、いろんなサイズの軸におきまして違った価値の車、うん、例えばプリウスという車は、うん、まあ、サイズはカローラ並みでございますけれども、うん、ハイブリッドという技術で、はい、違った価値軸を持ちきまして、はい、設けてきました、うん、ですからこういう小さな車でもですね、うん、自従来あるビッツだとか、うん、パストとは違った価値軸の車ができないかというのが一つのターゲットになりました、うんうん、なるほど。ちょっとその小さいんだけれどもプレミアム性持ってるみたいなところなんですかね。まあ、そうですね、小さいという言葉が持ってるネガティブな要素、うん、例えば安全性は本当に大丈夫なんだろうか、うん、それから高速道路で安定して走れるんだろうか、うん、まあ、そういったところを徹底的に、うん、まあ、ネガティブな要素を払拭するという意味でのプレミアムもございますし、もともと小さいという言葉が持ってるポジティブな要素、うん、燃費がいいだとか小回りが効くだとか、はい、それも極限まで伸ばしていこうと、まあ、こういった思いでのプレミアム、うん、まあ、さらにまあこういうデザイン等を含めた質感、うん、まあ、そういったことでまあマイクロプレミアムという言葉を使いましたけれども、うん、やはりやっぱりクラスを超えたクラスレスな車作り、うん、まあ、それを我々ニューウェイと呼んでございますけれども、うん、はい、まあ、これからはニューウェイ IQ として皆様に価値を評価いただきたいというふうに考えています、うん、なるほど。この車のやっぱり最大の特徴っていうのは3メーターを切ったボディ、本当に短いですよね、はい、の中で4人乗り2列のシートを持っていることだと思うんですよ、はい、今の時代厳しい安全基準クリアした上でそれをできたパッケージング上の一番のこれポイントっていうのはどこになりますか。まあ、今おっしゃっていただいたような衝突安全というのは非常にやっぱハードルが高いものではございました、うん、まあ、しかしながら小さくすることで、まあ、そういった性能を一切妥協しないというのが開発のコンセプトでございました、うん、まあ、リアのエアバッグなんかよりも一つそうですね、特に後方からの衝突に関しましては、まあ、実際の生存空間と、うん、言ったことで、まあ、大きな車にぶつけられても、うん、その後の生存空間は確保しておるわけですけれども、うん、まあ、お客様の不安全感不信感といったところをなかなか払拭できないだろうという思いからですね、まあ、後席にもですねカーテン白でエアバッグを標準装備するという試みを新たにやりました、うんうんうん、あとやっぱりその FF 車っていうのは従来フロントのオーバーハングタイヤから前のボディの部分が短くできないって言われてましたよね。でもこれほとんどないですよね、フロントのオーバーハング、ね、まあ、今回室内空間を広げるために積極的にタイヤを前方配置するといったことでトランスミッション等も新たな工夫を加えました、うん、まあ、その結果この見ていただくように非常にオーバーハングと言われるタイヤより前の部分が短くなったわけですね、うんうんうん、で一つ特徴的なことを申し上げますと空力の性能でございます、はい、このバンパーの四隅についている、まあ、特殊な形状ございます、うん、まあ、バンパーコーナープロテクターというふうに我々呼んでございますけれども、はいはいはい、これですね、はい、実際にはですね
前から流れてきた風を横に流すんではなくて、うん、車両の上方に流していく。そこでスムースな流れを作って風力抵抗を下げると、うん、必然性があってこういう形状が生まれたということでございます、うん、今後例えばねこのプラットフォームを使うともっと短い3列シートもできるだろうなとかいろいろこう発想が広がっていくような感じがするんですけれども今後の展開っていうのはどうですか？はい、当然のことながらこういった技術を使いますと、うん、コンパクト系で例えば、まあ、ビッツサイズでありながら、はい、セブンシーターができるだとか、はいはい、非常にカーゴスペースが広い小さな車ができるだとか、うん、いろいろ用途は広がると思うんですね、うん、ですから、まあ、そういったところに、まあ、この IQ の、まあ、成功を機に、うん、ぜひいろんな車に展開していきたいというふうに考えております。そうなると、まあ、FF パッケージングの革新っていうみたいなね、そんな感じの象徴的な車がこの IQ というふうな言い方もできるのかもしれないですね。そうですね。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。9つのエアバッグ、うん、まあ、革新的なパッケージング、うん、それから空力、うん、まあ、小さいながらも画期的な技術がたくさん使われてるんですね、うん、そうですね。で、まあ、本当にあの日本の都市部での、ね、道路事情を考えるとこの短さっていうのは本当にこう役に立つんでね、まあ、そういう意味で小さい車だけれども軽自動車はちょっと乗りたくないなって言ってあのおっしゃってるようなね、人には相当こう選択肢としてありえるんじゃないか。ただプレミアムと言ってる割には販売店がネッツっていうことでね、ビッツと並べて売られるわけですね。そこら辺がちょっとどうかなと、僕はむしろレクサス店でこれは売ってほしかったと、その方がインパクトがあってこの車のコンセプトもうまく伝わったんじゃないかなと思いますね。はい、評価の時間です。はい、今回この IQ なんですけれども僕は4点満点を、つけようかと思います。でもう本当にあのハードウェアというのは革新の塊ですね。で、まあ、インテリアなんかはちょっとこう注文あるんですけれどもそれは今後どん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 良くしていただくとして何よりもこの3メーター未満で4人乗れる車というののそのパッケージングそれは素晴らしいものがある。ただね3メーター切って何がいいの何が偉いのどういう運転があるのっていうと実はないんですよ。でもねこの小さい車を出すことによって今後我々ユーザーがこう小さい車をどう使いこなしていくのかあるいは行政ですね国がどういった運転をこの車に与えてどういう交通システム新しい未来の交通システムを作り上げていくのかとそういった意味でいろんなところにこう宿題波紋を投げかけるだけのインパクトに満ちた車だと思います。そういうわけでここは4点満点ですね。はい、私も今回つけます、うん、まあ、私この間携帯買い替えたんですけど、うん、まあ、欲しい機能を選ぶと何でもこういっぱいもなんかついてきちゃってすごく重たいんですよね、うん、高いし、うん、でも、まあ、コンパクトカーの話に戻すと、うん、コンパクトカーって日常は2人以下で乗る場合が多いことですし、うん、まあ、そういった意味では、まあ、割り切って買えば、うん、まあ、あの環境性能も優れてる、うん、いざという時には4人乗れる、まあ、これは賢い選択と言えるんじゃないでしょうかね、うんうん、そうだね、まあ、あのこれをどういうふうに使いこなしていくかっていうのは人それぞれなんだろうけれどもいろんなこう想像した、ね、シーンが膨らむよね。そうですね。はい、一旦 CM です。藤友流のコーナーです。今回のお題はこちら、小さくてもプレミアムです。トヨタの今後を占う重要なモデル IQ、 今回はそのコンセプトに注目してみました。トヨタが提案する全く新しいジャンルのマイクロカー IQ ですが、実はプレミアムというのが一つのポイントになっています。今日はそんなプレミアムなポイントをチェックしていきたいと思います。まず私が注目したのがインテリアに革素材が多く使われていることです。 G グレードには本革巻きステアリングとシフトノブが標準装備で、レザーパッケージでは本革とファブリックを組み合わせたシートになります。うん、やっぱりこれだけ革をふんだんに使ったコンパクトカーってなかなかないからね。そうですよね、国産車では本当に珍しいですよね。そして次に注目したのはインテリアのデザイン、マンタをイメージしたというセンタークラスターやメタリックのアクセントがついたメーターパネルが独特の雰囲気を作り出しています。ナビつけちゃうとマンタっぽくなくなっちゃうのがちょっと残念なんだけどね。あ、確かにそうですよね、うんうん、
また LED を使ったマップランプもなかなかおしゃれです。あ、普通の電球じゃなくて LED なんだね。そうなんですよ、あれぐるぐる動かせるんですよね、うん、やっぱり最後に注目するのは走りですよね。軽自動車より短いホイールベースとは思えないほど上質でしっかりとした走りを実現しています。ワインディングでの実力もかなりのものです、うん、今回はね高速道路走れなかったんだけれども、テストコースで走ったりなんかするとかなり速度上げても直進性かなりいいよね。落ち着いてましたよね、うん、びっくりしたよねあれには、はい。うん、まあ、これはトヨタのデザイナーさんが言ってた話なんですが、まあ、今の時代、まあ、この機能が優れていることに加えて、うん、まあ、ユーザーさんの感性にマッチするということがすごく大事なんですって、うん、まあ、例えば多機能ながら洗練されたデザイン、まあ、シンプルで洗練されたデザインで大ヒットした iPod、うん、まあ、この典型的な例なんですって、うん、なるほどね、まあ、iPod ってどっちかっていうと便利ですよで使うんじゃなくて、なんか使ってみたい、面白そうだなって思わせるものがあるもんね。あの操作感がいいですよね、うんうん、まあ、そういう意味ではその IQ なんかも iPod と同じようにちょっと乗ってみたいななんて思わせるようなユニークな車なのかもしれないですね、はい。うん、まあ、そんな新感覚の新しいジャンルを切り開いた IQ、まあ、今後の展開が楽しみです。以上、藤友流でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のオートカージャパン、カー&ドライバー、カートップ、カミオン、軽カースペシャル、ザ・マイ・カー、トレンドワゴン、ドライバー、ナビ、ニューモデルマガジン X、 モーターファン別冊、ルボラン、以上12紙の中からご希望の本を抽選で120名様に無料でお送りします。さらに今回は11月30日に富士スピードウェイで開催されるニスモフェスティバルの入場券をペア10組20名様にプレゼントします。お申し込み方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、そして番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。プレゼントでご紹介したニスモフェスティバルは、うん、まあ、日産の歴代のレーシングカーやラリーカーが50台ぐらい集まるそうですよ。お、なるほど、それ面白そうだね、うんうん。さて今回はトヨタの IQ を取り上げました。ともちゃんどうでした？はい、もう本当に革新的なもうトピックスがいっぱい詰め込まれた車で、うん、もう本当に話題性にはこと欠かないですよね、うんうん、で VTR にはなかったんだけど中島チーフエンジニアね、その燃費これは注目してほしいと。で特にカタログ燃費ではなくて実用燃費ではプリウスに、本当にライバルはプリウスだっていうぐらいのものだっていうんでね、そこら辺もやはりこう小さくて軽くできていることによるその効率の高さっていうのは重要なんだなと思いましたね。でまあ、あのその一方でこの車3メーター来たからといって特に税金が安くなるわけでもないということで、あとね駐車場が特別なものを用意されているということもないわけで、ユーザーの得にはならないかもしれない、ある意味その損得感情で買う車ではないんですけれども、ただ何か今までとは違ったものということをね、考えた場合にものすごくこの車っていうのはインパクトあるよね。そうですよね、うん、まあ、この不思議なオーラが漂うデザイン、そうそうそう、まあ、これにそういった環境性能とかそういったものがプラスされて、うん、まあ、持ち主をなんかこう飾ってくれるような車になりそうですよね、うんうん、ある意味プリウスのようなそういう、こう独特のこうステータスみたいなのが生まれていくんじゃないかなと思いますね。まあ、日本には軽自動車もあるんでね、そこら辺どう今後住み分けていくかっていうのは、まあ、本当に考えなきゃいけないんですけれども、両方がね、うまく住み分けつつ発展していってほしいですね。次回は、久々の復活を果たした三菱の聖鷹系軽自動車トップをお送りします。ではまた来週。ご覧の各社の提供でお送りしました。